吉田さん、こんにちは。確かにね、確かにインタビューシリーズものすごく効果があると思うんですよ。 FX をやったことがない人が FX のプロフェッショナルと対談をして FX の商品が売れる、これはね、やっぱりすごいなと思いましたね。吉田さん言われた通りです。もっとすごいのがね、吉田さんがマトリックスアフィリエイトを販売している人と対談してマトリックスアフィリエイトが売れるというね。そしてマトリックスアフィリエイトはもう完全に詐欺だったというとんずらこいたというね、まあ詐欺ではないんですけども、吉谷さんもね、そこまでは多分分かんないように、吉谷さんすら巻き込んだ販売者だったんでしょうね。ということでね、対談をしているところを見てどう感じるのかっていうのはみんな人それぞれなんですよ。だから紹介した人が悪いとかね、紹介した人がチェックしてないんじゃないかなっていうふうにクレームも出ると思いますけども、でもそういうのも込みで世の中にある情報なんですよね。対談っていうのはそういうものだと私は思います。今ならね、そういうふうに思えるんですよ。だからこれね、ある対談を見ていて、でなんかグルになってやったんじゃないかなっていうふうな見方をねする方もいるんですけども、そういうのもね全部込みで自分で見極めないといけないですし、はい、お話の途中ですけども、ちょっと電話がかかっちゃいましてね、話が途中になりました。ということで何を話したか忘れましたんで、今入ったねタイムリーなちょっとね、タレコミをここで紹介したいと思います。それはですね、コンビニに勤めながら月収100万円を稼いだ人の話なんですよ。これはね、あくまでも違法行為なんで、極悪な行為なんで、注意喚起のためにお話ししておきます。よろしいですかね。それはですね、コンビニでいろんな支払いがあるじゃないですか。公共料金の支払いとかね、どっかの振り込みの支払いとか、まあ税金の支払いもそうですよね。そういうのをコンビニにされる方が結構いますよね。それをバーコードでスキャンしながらポンポンポンと印鑑をしてお客様にお渡しします。それを繰り返していってコンビニ決済っていうのは完了するんですけども、コンビニで働いてる従業員さんがこういうことをやっていたんだというふうに昔告白してくれてるんですよ。よくそれをね告白する気になったなと思ったんですけども、何をしてたかっていうと、そのコンビニ決済するじゃないですか。コンビニ決済するとそのポスレジでね、ちょっとしばらくしたらキャンセルができるんですよ。キャンセルすると現金が戻ってきて、当然ですけども支払ったつもりのお客さん、帰っちゃったお客さんは払ったつもりなのを知らない間にキャンセルされてるんですよね。でもそれをやることによってお金を着服してる人がいるってことなんですよ。これすごくないですか。こんな悪事でね、よく考えたなと思いますし、そういうことを想定してコンビニ払いっていうものにセキュリティかけてない、まあ企業の方もね、会社の方もどうなのかなと思いますよ。性善説なんでしょうけども、やっぱりね、コンビニで働く人が全員が全人善人ではないですからね。そういった悪事を働かせる人がいてしまったのも現実なんですよ。しかもこれね、もっと悪いんですよ。すごく悪い悪事がここに働いていて、まあたまにね、税金をまとめてコンビニ払いする人がいるらしいんですよ。3枚とか4枚の紙をこう持ってきてね、税金の支払いみたいな感じでやる人いるんですけども、そのうちの1枚をキャンセルにするそうなんですよ。そうすると税金を支払ったつもりの人のところには督促状が来るんですよね。そしたら督促状が来た人は、あれ支払ったはずなんだけどな、もう一回払いに行くかみたいな感じで払っちゃうらしいんですよ。二重払いするんですよね。二重払いの片っぽの方はキャンセル扱いになったやつで、そのコンビニの従業員さんが着服してる、そのお金になってるそうなんですけども、これで月収100万をね、毎月毎月超えてるらしいんですよ。で、刺したクレームもなくて気づかれてないと。で、それで気づかれたらどうするのって言ったら、なんかキャンセルボタンたまたま当たっちゃったみたいなことを言うつもりであったらしいんですよ。なんか大胆というかね、極悪というかね、まさに人の思い込みの隙間をついたようなね、やり方だなと思うんですけどね。すごいですね。こういうの本当極悪だなと思うんですよ。こういうのはね、絶対になくしちゃいけないんで、皆さんもお支払いになったコンビニの明細とかグリグリグリポイって捨てるんじゃなくてね、結構ね、コンビニで支払いした後に領収書を持って帰らずにコンビニのゴミに捨てる人がいるらしいんですよ。だからそれを利用しているらしいんですよね。領収書がないから確認のしようがないんですよ、お客様の立場では。だから領収書むちゃくちゃ大事なんで、絶対に持ち帰ってね、税金の支払いが完了するまで、いろんな支払いが完了するまで捨てないというかね、もう捨てないまんまずっとね、20年ぐらい取っとかないといけないですね。危なっかしくてしょうがないですから。はい、それですね、ちょっと話思い出しました。マトリックスアフィリエイトですね。だから対談をするパワーってのは本当にすごいんですよ。だから私は対談をしたからね、信用できるとか信用できないとかそういうのではなくて、やっぱり自分で考えないといけないですし、ビジネスの世界に行ったら悪意を持って騙す人もいて、それからね、悪意はないんだけども結果的にあやふやなものをね、分かんないけども紹介する人もいたりとか、様々なんですよね。それは私が今言うまでもなく当たり前のことだと思いますんで、
詐欺によくかかる方とかね、お金をあっちこっちに入れて結局失っちゃう方っていうのは進歩がないと言わざるを得ないです。もうこんなんね、一度か二度騙されたら十分なんですよ。もう二度と騙されないぞって言って正確なものだけを選択すればいいのに、なんか相変わらずね、なんかインチキなものにお金を投じてしまうんですよね。で、私ね、最近思うんですよ。二つぐらい思うんですけども、投資ってダメだなと思うんですよね。本来は投資に徐々に自分のお金のスキームを高めていっていくはずなんですけども、ビジネスもうまくいかないし、なんかいろいろやったけどダメで、ネットワークもダメ、紹介もダメっていう人がなぜかね、投資に逃げるんですよ。で、こういう人はまずうまくいかないですよね。で、投資に絶対にありえないような10万とか100万みたいな金額ドーンといっちゃうんですよね。それはもうすでに投資ではなくてギャンブルなんだよと。情報商材より立ちが悪いわけなんですよ。その投資という名を借りた単なる集金システムなんですよね。投資っていうふうにくくられちゃうとみんなぼーっとするわけなんですよ。でもやっぱり見てみたら投資じゃないものばかりですね、世の中は。まあ、不動産とかもね、ひどいと思いますよ。かぼちゃの馬車ではないですけども。通帳を改ざんして金融機関に見せて、金融機関もグルで人を騙してるわけじゃないですか。すごいですよね。最近はアプラスみたいなところもね、なんか問題になってると聞きますけども、まあ世間から離れた隠居してる私にはよくわかりませんけど、どうなんでしょうかね。はい、いろいろと過激なことを言ってね、皆さんびっくりさせたと思いますけども、全ては私の妄想だと思ってくださいね、だからね、お前の発言はなんだ責任を持てるのかって言いますけども、いや、隠居のざれ事でございますんで、全部私の想像かもしれません。もしかしたら本当の話をここでね、ちょっとオブラートかけて話してるのかもしれません。全ては受け取った人がどう感じるかですね。もうそれしかないです、はい、それでね、まあ、マトリックスアフィリエイトがね、またここでね、私のネタに使えるっていうのは、やっぱね、マトリックスアフィリエイト最高ですね。私の人生でマトリックスアフィリエイトに出会えたことっていうのは、マトリックスアフィリエイトでは稼げなかったけど、マトリックスアフィリエイトで稼ぎ続けることができているというね、なんとも早いでございます。さすが吉谷さんでございますね。まあ、そういうこともあってフォーチュンビジネスという感じでございますけども、フォーチュンビジネスもね、何だったのかよく分からないですけども、やっぱ紹介って難しいですね。私ね、本当にいろいろ思いましたけども、今こうやって茶化して言ってますけども、まあ、吉谷さんのだから熟成さんはね、やっぱ信じていいと思うんですけども、よそから持ってきた案件とか、その会社の付き合いでなんかよく分かんない人が来たやつって、インタビュアーとかね、プレゼンターとしての顔を出してる人が全部責任とかイメージのその印象をね、一生追っていくじゃないですか。で、それを企画した会社って信頼を保っていけるみたいなね、もうちょっとそういう風なね、側面もあるのかなと思ったんで、やっぱりね、人と組まない方がいいですね。組むとしたら億万長者合宿みたいに、組んでるような組まないようなフィーの計算とか約束もないまま、単なる信頼関係でやってるってやつですよね。まあ分かってる人同士でやるのがいいかなと思いますんで、まあ、私もね、自分の塾生さん、もしくは吉谷さんぐらいしかね、組もうと思う人はちょっといないのかなって気がしています。そういう意味ではね、本当に浮世から離れた隠居 TV なのかなっていうところですね。まあいろいろと思っちゃいますよね。武器がなくても稼げる、その通りでございます。武器がなくたって稼げますよ。あ、そうそう、ね、話がいっぱいに盛り込まれて申し訳ないんですけども、起業するにも金がないっていう風なね、相談も来てるんですよ。起業するにも金がないって、今は起業するのに金いらないですよと思いますよね。じゃあ何すればいいかって言ったら、簡単ですよ。 YouTube やればいいんですよ。ずっとね、動画発信していけばお金かかりますかってことなんですよ。かかんないと思うんですけどね。で、実際 YouTube の動画アップロードしてきて1万再生とか、1万再生じゃない、1万個動画をね、アップロードしてきてファンが一人もつきませんでしたってことは、これちょっと考えられない。もしそうだとしたら、ビジネスはやめとけって話です。バイトを探しに行けってことになります。自分の泳ぎやすいフィールドっていうのが、ありますからね。いくら私が頑張って YouTuber になりたいと思っても、プロ野球選手、大リーガーの選手になりたいと思っても、向こうがお呼びじゃなければ、それはね、努力では行き着けないんですよ。だからここをやっぱりね、考えないといけない。すべてのことに可能性があるけども、でもその可能性っていうのが、まあ、0.001% みたいな可能性だったら、まずそこにかけない方がいいですよね。だからより相対的に可能性の高いものに対して挑戦するのは、まあいい挑戦だと思いますけども、ほとんど可能性がないものにね、トライしていくのは挑戦ではなくて、単なる無知、無謀、無理、無茶、無謀ってやつですね。無理、無茶、無謀。なんかいい言葉が浮かびましたね。ということで今日はね、いろいろとグダグダと喋っちゃいましたという話でございました。吉谷さん、マトリックス。